ジドレ、大丈夫か？ああ、行こうぜ、米軍。ここが終点か。セレーナさん。姉貴じゃねえ。いい加減に正体を表しやがれ。我は聖獣イーフォン、この世界の闇を司る者だ。聖獣？ゲオルギアスの他にも聖獣がいたのか。我は時に闇の力と呼ばれ、時に聖者と呼ばれ。聖者ってことはゲオルギアスの手先じゃないんだな。闇の力は聖者の力なんだな。ストレイン、何時の考えしかと聞かせてもらった。その言葉に偽りはないか。その言葉には迷いはないか。ああ、偽りも迷いもない。人はみんな同じだ、気持ちってやつが。だから俺にお前の力を貸してくれ。よかろう。だがその前に、何時に我の力を使いこなすに足る力量があるかどうか試させてもらう。我と戦い、その力を示せ。要するにお前に勝てばいいんだな。しゃあ、やってやるぜ。見事だ、ストレイ。約束だぜ、闇の力。我が聖獣の力とフォルスは源を同じくするもの。汝の心が揺らげば力も揺らぐ。やがて汝自身を飲み込むであろう。覚悟はできているか。ああ、迷うくらいなら花からここにはいないぜ。ならばフォルス、我が力受け取るがよい。おお、これが聖獣の力か。どんな感じ？やばいぜ、こいつは。気を抜いたらすぐに暴走しそうだ。ちょっと怖いんですけど。何時らが挑まんとする相手にはそれだけの力が必要なのだ。教えてくれ、聖獣イーフォン。ガジュマがヒューマンを憎んだり争いが起こったりしてるのは本当に思念ってやつのせいなのか。そうだ。何時ら人が思念と呼ぶものがこの世界に満ちようとしている。思念を浄化しなければ大いなる災いが訪れるだろう。思念を浄化する？どうすれば浄化できるんだ？闇の力を使えばいいのか？それは全ての聖獣の力を得ることができればわかるであろう。全ての聖獣、それはどこにいるんだ？カゲロウの荒野に眠れる翼を呼び覚ませ。カゲロウの荒野？眠れる翼？何それ？その先は自分たちで考えるがよい。何時ら自らの導き出したる答えを信じよ。ちょっと待って、ゲオルギアスはあなたたちにとっても敵じゃないの？同じ敵ならどうしてこんな回りくどいことを。我らは天より与えられた務めを果たしているまで。え？ストレイ、
我は願う。その瞳に何を映そうとも、何時の眼差しがまっすぐに前を見つめ続けること。理想を語るなかれ、その身をもって理想となれ。ああ、やってみる。さらばだ。友人、どうしたの？なんだか体の調子悪いみたいだけど。いや、なんでもない。なんでもないんだ。本当に？でも気分が悪くなったらすぐに言ってよね。いや、わかっている。とりあえず外に出ましょう。さて、次の聖獣だが、どこへ行けばいいんだ？カゲロウの荒野か。思い当たる場所といえば黒だらく砂漠、あるいはツルベナ荒野。どうしたんだヒルダ。どうしてあなたなの？どうして私じゃないの？私には聖獣の力が必要なのに。何をそんなにカリカリしてんだ。らしくないぜヒルダ。あんたたちにはわからないわ。次の行き先だけど、ツルベナ荒野かもしれないなら、ピピスタはどうかしら。ピピスタ。ええ、ツルベナ荒野の近くにある村で、ピピスタは古代カレギア語で鳥の巣を意味するわ。眠れる翼と関係ありそうじゃない？うん、調べてみる価値はありそうだな。ひとまずピピスタへ向かおう。ピピスタの住人たちから話を聞こう。ねえ友人、その三つ編みうまいわね。これか。伸ばすことを決めた時にとある人から教わった。公式な場でボサボサというわけにもいかないし、戦いにおいても具合が悪い。編むのに時間はかかるが、まあ身だしなみというやつだ。マオ、お前って本当にシャイでナイーブで物静かな少年だよな。ピトレイこそデリケートで寡黙で二枚目を地でいく男の中の男だよね。無理、無理だ。ヒルダ、聖獣の力を得たからといって本当に純粋な体がもらえるとは限らないぞ。でもあのゲオルギアスを封じ込めた力だもの。それくらいは。本当にそんな風に自分の体を変えてしまってもいいのか。お前がそうやって生まれた意味を考えてみるのも悪くないと思うがな。しかし試練とはいえ嫌なもん見ちまったな。あんた何を見せられたの？俺が知ってるのとは正反対の種族差別と偏見だらけのベトナジャンカさ。姉貴がガジマに殺されるところまで見せられてさ。あんたそんなのを見た後にあんなこと言ったの？ああ、みんなが同じ種族になれば争いもなくなるかもなんて思ったりしたけど、何が大事かって考えたら自然と答えが出たっていうかな。眠れる翼につながることなら何でもいいよ。ピピスタの人たちから情報を集めよう。